ね。ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。あの場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠…何？その怪しい薬品は…まあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くかわかんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？よし、宴だ。賑やかになりそうね。さてと、行くか。私の出番ね。そこの人たち、それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる。へえ、それは便利ね。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行って。
メシ。おかしいだろ。なあなあ。待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ。いや、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言う。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。ごめんね。ナッツ、あなた鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？お、大丈夫だぞ、多分。おーい、どこだ、鳥！やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。石像の上、鳥がいるわ。綺麗。あ、なんか言ったか？なんでもない。よし、
どんどん行くぞ。やっぱり綺麗。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。しししそうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。え、そうだったか。この野郎、取り返せ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト連発。いけるか。ゴムゴムのブレッド。切りがいがありそうだ。こっちけ。三刀流奥義三千世界。手強い。みんな気をつけて。トレンタフルールプリ。よし行くか。一刀流いよい。シッソンソン。いちちちちち。ゴムゴムのバズーカ。効かねえよ。これを使って。ありがとうロビン。ミラージュ。立ち向き。これは気を抜けなそうな相手ね。これを使って。
まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。行って、ゴムゴムのブレッド。切り替えがありそうだ。トラッ！なんで私なのよ！サンダーボルト！テンポ！これは気を抜けなそうな相手ね。これで我慢してね。悪いね。いってゴムゴムのブレッド。きっちり型をつけるとするか。三刀流奥義三千世界。もう少し休ませてくれてもよかったのに。これを。悪い、助かったぞナミ。これは一筋縄ではいかなそうね。行くわよ。ありがとうロビン。行けるか。それ、ありがとう、助かったわ。よし行くか。まずいわね。こいつ強いわ。せーの。悪いね。これは気を抜けなそうな相手ね。これで我慢してね。ありがとうロビン。行って。よし行くか。刀の旅にしてやる。舐めないでね。こう見えてサンダーボルト。これは一筋縄ではいかなそうね。これで我慢してね。悪いね。きっちり型をつけるとするか。キュッ。悪いね。ゴムゴムのブレッド。きっち
しり肩をつけるとするか。そっちか。三刀流奥義三千世界。諦めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。いくわよ。サイクロンテンポ。手ごわいわね。みんな気をつけて。トレインタフルール。こいつ強えな。ゴムゴムのバズーカ。三刀流奥義。三千世界。俺の方が強い。それだけだ。私の予報は百発百中。悪くないわね。クソジジイの蹴り。ナビバードのやつが先に飛んでなけりゃ食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。しししでも腹減ったら起きんだろ。無理よ。心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。ああ、いや、帰りてえ。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。